はい、皆さんおはようございます。8月31日今日の、カードメッセージをお届けします。はい、とうとうね、夏の終わりの日になりましたけど、はい、昨日はね、花火をね見れると思ってなかったんですけど、地元のね湯原温泉でね、妹がね地元なんですけどね、妹と姪っ子と誘ってね、花火をね見ることができました。はい、今年はね本当お祭りとか花火大会も中止でね、なかなか見る機会も少なかったと思うので、よかったらね花火映像もご覧ください。今日は、昨日にね引き続いて、やっぱりねドリームっていうことで、エンジェルドリームから1枚引きました。昨日ね、昨日というか今日日付変わってね、夜中にね YouTube で星からのメッセージをねお届けしてます。はい、満月のねエネルギー読みと合わせてね、健康についてのねこうホロスコープ読みとかもね少しご紹介してるので、よかったらねご視聴ください。はい、じゃあ今日の1枚がこれはタンポポですね。これはタンポポってねすごいアスファルト の, 道路をねこう突き破ってでもねお花葉っぱがね出てお花が咲くというねことで生命力とかね力を与えるとかね、あとやっぱり忍耐力っていう意味で、強く柔軟にっていうことで、本当ね星からのメッセージと連動してるカードがね今日も出てるなと思ったんですけど、強く柔軟にできることからやりましょうっていうね意味と、あと忍耐強くね目標に向かって達成してくださいっていうエネルギーでね、乙女座のね太陽これが表してるなと思ったんですけどね。はい、週のね週の初めですし、できることからね一つ一つこなしていっていただけたらいいかなっていうふうに思います。はい、じゃあデッキ裏はこれはねバイオレットってねスミレ色って紫なんですけどね、チャクラでいうとこの頭の方ですよね。この紫ってねスピリチャリティとかね知恵とかを表すんですけどね、よく三輪明宏さんとかがね紫の服を着ると思うんですけど、はい、これはね赤とブルーがこう混ざったらね紫になるっていうことで、これもね面白いんですけど情熱と冷静のバランスっていう意味で、昔ドラマとか映画かなんかありましたかね、情熱と冷静の間だったかな、そういう意味で、精神面と現実面のねバランスを意識してくださいってね、これも満月のねちょうど乙女座の太陽と魚座のねそういう精神性とかスピリチャリティを表す月とのねバランスっていうのがね出てるのでね、どうしてもね魚座海王星のエネルギーってね境界線がなくてねこういいものも悪いものもこう入ってくるので、良くないものをね断ち切ったり手放したりすることをね助ける意味でね紫とかも関係するんですけど、よかったらねぜひもう魚座満月エネルギーがねもう2日ですからね、もう今日なんかももうちょっとだんだん強くなってきてるなっていうのを感じました。はい、ぜひご参考ください。星読みのねエネルギー読みもねご参考いただけたらと思います。ぜひね、はい、では、今日の朝読書は、ムーンマジックって、岡本翔子さんがね出している本で、これ帯にねクレアっていう本が今もあるのかな、よく占いとかでね有名なクレアに
クレアの星占いを読んでね、あの作家になったっていう石田イラさんですかねの推薦のね帯がついてますけど、はい、こちらをご紹介したいと思います。ちょっと前にね新月の前だったかな、あの新月のアファメーションこういうのがいいですよっていうようなね本をご紹介したんですけど、これはまたねちょっと新月もだけどね満月とかのことも書いてます、はい、じゃあ最初に、うん、新月満月のね祈りお祈りとかは願い事っていうののことでね、この方はね子供の時にあの七夕に、ね、なったらあの短冊にね願い事を書いてね夢が叶いますようにっていうのをねあのやってたことをね新月満月でも思い出してくださいっていうことをね書いてます。まあ、私たちはね心のどこかで夢はきっと実現するということをね本能的にねあの知ってたんだろうなっていうのをね七夕とかの風習でね感じてるそうです、はい、あのよく皆さんもね本当七夕になると願い事書いてるのと一緒でねあのぜひね新月満月のタイミングでねそういったことをお祈りするっていうのはねすごく昔から引き継いでいるものなんだなっていうことですよね。で、まあ、あの願ったことはね大体あの新月例えばまあ 次はね魚座の満月ですけど、あの前回やったね獅子座の新月の半年後にはね獅子座の満月を迎えることになってるんですけど、まあ、ここにね半年もしたら何らかのねあのその願ったことの展開が見えてくるっていうことで、全く何の進歩もないっていうのはねその願い事自体に何か問題があるか、まあ、あなた自身に自分のそういう信じる力がね足りないんじゃないかなっていうのをね書いてあります。まあ、私も新月にはねあの願い事をこう書いて、やっぱり半年経つとねそれなりにこう進展してますので、やっぱり信じる力も大事ですし、うん、まあ、願い事自体がねあの自分が信じれないようなあのことを書いてもねなかなか難しいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、あの最初からね書くときに本当の思いっていうのがすごくね大事だと思います。はい、あとまああの、まあ、もうすぐね2日に魚座満月なので、満月の時の参考はね、あの魚座満月の時の参考は、まあ、現実生活をねおろそかにせずに想像力を働かせて夢を叶えなさいっていうのをね満月が言ってるっていうのがね、まああの本当何回も言うんですけど星からのねメッセージで今回お届けしてる内容にもね同じことが言えると思います。はい、今日のねカードからもそういうねメッセージが来てますけどね、現実面と精神面とのねバランスとか、はい、まあ、現実生活をおろそかにしないであのイメージをね働かせて夢を叶えてっていうのが魚座満月のコツだそうです。はい、はい、じゃあ最後にねちょっといいなと思ったのが、太古の昔から繰り返される人間の営みを月はずっと見守ってきました。まあ、月ってね母性とか母親とかを表したりね、あと感情とか過去とかのねことをこうレンズとしてね表してくれたり、満月はねそういった感情とかをいっぱい吸収して膨らむっていう、あの感情がねこう高ぶったり情緒不安定になるのも満月とかなんですけど、はい、まあ、夢をね叶える途中で心がくじけそうになったら、まあ、夜空をね見上げてくださいって。で月はね足元を照らしてまた行くべき道筋を指し示す心強い存在ですよっていうね、まあ、あの私もちっちゃい時からね夜空星空ですけどね星空眺めるのが好きで、まあ、田舎だったのねすごく星が綺麗で、あのでも夜空だけじゃなくてね昼間もずっとこう星のエネルギーでねあの見えないけどこうずっと流れてて、まああの夜空とか星空眺めてるとね一人じゃないなっていう風にねずっと思ってました。まあ、そのやっぱ神秘的なねそういうエネルギーの力をねこうあの太古昔からずっとね続いてることなので、まあ、もしよかったらね
今日とかもね、お月様が昨日もね綺麗でしたけど、はい、ぜひねそういうあのくじきそうになってね、ちょっと心がね寂しい時はこう夜空をね眺めて見られるのもいいかなっていうふうに思いました。はい、はい、ではぜひ素敵な一日をお過ごしください。あのまたね星からのメッセージもよかったらご参考ください。失礼いたします。